ようございます。はい。今日は非常に準備ですよ。今日は大丈夫ですよ。待ってました。はい、むしろもう 2,3 回ここに襲われてるぐらいなんで、はい、今すぐ行きますんで、はい、片付いてます今日は。あ、前回より全然片付いてる。前回よりは全然汚な汚この玄関今日本当に今これからまさに片付けして待とうかなと思ったんですよ。足の踏み合いもないです。ちょっと待って、おいアメリカじゃねえんだよ。おかしいでしょ。違うよ、来たね。これはちょっと靴下で上がりたくない。本当に自前で全然形。お邪魔します。すごい、全然じゃん。前回の、はい、え、どうしたの。心がかり、心入れ替えたんです。今日もだって、おいスニーカーだからオッケーとかねえから。おかしいよ、アメリカ人出てってください。マジで。いやいや、言うてまだ片付けない。いやいやいや、バレてますよ。いやいや、でも、いやいやいや、じゃもういいんです、これで。どうせどの急遽ですよね。馬の骨も来ないんでいいんです、これで。急遽の感じ。急遽やりました。はい、はい、ちょっとテレビはほら、はい、高く上げたんですね。はい、じゃあもうFIFA 練習するようにもうポンピーから持ってきたんで、はい、自分のじゃまるで自分我が物ぶって使ってますけど。買ってはないですね。買ってはないです。もう1年経つんですね。始まりました、あれから1年。はい、昨日一応、はい、まずありがとうございます、はい、迎えに来ていただいて、はい、ちょっと一つ疑問点ありまして、はい、昨日いつもやり取りという、はい、本当に来ていただけるんですみたいな。はいはい、ありがとう。ありがとうございます。何時頃いらっしゃいますかって言って、はい、まあこっちも意図は分かってるんですけど、はい、突撃その虫既読するやめていただいていいですか。いやいや、こっちもだからもう分かんなくて、今日も7時ぐらい起きました。いやいや、それ7時に起きるの普通だと思いますよ。普通ですね。はい、はい、でも何時ですかっていう、何時ですかっていうのはもうだから送り返しません、はい、私は。あ、そうですね、はい、せめてもの抵抗ですとか、そこが、はい、分かりました。はい、はい、どうですか。いよいよ来週でアフリカンジャーニー終了という。あ、そうなんですか。え、あれ、ごめんなさい、まあ見てないですか。あ、見ましたよ。あ、はいはい、来週終わりだっけ、スペシャルみたいな感じだよね。いや、そう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 。いや、そんな話いいんですよ。はい、全然どうでもいいっす。はい、マジで。酒目リリースされてます。はいはい、されましたね。はい、タクヤ君、はい、あの死に間のメンバーのタクヤ君もちょっと本当は今日もね、はい、いやいや、そうなんですよ。もうなんか逆になんか2人だとトーク続くんかなと思っちゃうぐらいほら彼がいろいろしてくれるんで。いや、確かに今日の動画面白くなります。だってはい、なります。なりますか。はい、やっぱこれ原点なんで。いやいや、マックきつかったな。でもいろいろ各種批判はいただいてましたけど、セーブルール甘すぎるんじゃふざけんなみたいな。あれ、僕がツイッターでさ、はい、やり直しですとか言うのもおかしい話で。あ、まあそうですね、はい、あんま何も言わなかったですけど、はい、でちょっと本当に胃の調子というか、はい、それマクドナルド、いや、マクドナルドは素晴らしい、マクドナルド素晴らしいんですけど、体が弱いのかな。100円マックをちょっとやっぱ攻めすぎた感じはちょっとありますね。いや、だからそうですよ、はい、そうじゃなければある程度だってそんな別にあるでしょ、いろいろ。まあまあサラダとかも正直あります、はいはい、あるんですけど、やっぱそこはちょっと抑えたいなってあって。何を抑えたいんですか。だ、その食費の方はちょっとやっぱり出費の話ですか。はい、はい、そこはだから本当にガチで超豪華に食べて、はい、全部の領収書を俺に請求するぐらいのくだりあったのかと思います。あ、確かに本来だろ、それぐらいの可愛らしいですね。それしときなかったが反省点としては。まあ動画にしてもよかったんじゃないかなっていう。そうそう、そう思いますけどね。ということで、指導日です。はい、もう1年です、あれから父にぶちまけてから。あそこ美味しかったな。しかしどうでしょう今シーズンは。まあどうでしょうね、はい、まあ、プレーオフをまず多分見てあれしたいですよね。そうですね、感じたいですよね。結構ね、情報ではこうフォーメーションとか、はい、メンバーをいろいろ新しいこと試してるんじゃないかっていうの、はい、で、まあ外国人も前線取って、まあ、後ろはねちょっといろいろ移籍しちゃったりもありますけど、まあまあ、オマリ選手来てくれたんで、はい、オマリ選手、はい、頑張ってほしいなと思います。今年はだから私、橋本選手にしました、ユニフォームは。もう買ったんですね、はい、はい、
私も迷ったんですけどね。いや迷うとこないですよね、あなた。なくないですか。迷うとしたら背番号なしに節約するかみたいな話ですよね。いやでもちゃんとユーロスポーツとして毎年すみませんと、はいはい、あの3桁お願いできます。でもあれですよ、なんか3桁 OK みたいな流れになってましたよ、ホームページの。そうなんですか、はい、前例作ったと思ってたんですか。それ嬉しいですね、僕はそうなれたってことは。まあ一旦ドローンパー4桁ですからね。いやあれは内部だけですから。そうです、そうです、外部ですよね、はい、あなた外部です。何も認められてないです。レオザフトールさん結婚されたそうです。はい、だから LINE、はい、来ましたよね。はい、はい、エルゴで本も出したりさ。いやそうそうですよね、したじゃん。そこ繋げたのは、井上さんですからね。それありがとうございます、結婚しますっていう LINE が来て。あ、嬉しいですね。でも返信には返信来てないですけど。一回だからレオさんのさ、日本代表の生放送にもさ、お邪魔したいじゃん。いやいや、僕はちょっと、いいじゃん、バードフミヤさんと、あ、村井二世さんと、ね、そう、はいはいはい、絡んだらいいんじゃない。だからその教えてくださいの参戦、僕は行けばいいってことですよね、サッカーをね。そうそうそう、はい、すいませんがっつって。いや、あとなんかクイズみたいな。ああ、はい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 、レオさんに講師と、ね、いいね、解説やってもらって、はい。レオザフトールさんは、同い年くらいですかね、小皆さんは。これ同い年どころの騒ぎじゃないです。どころじゃないですか。誕生日まで一緒です。え、同い年の誕生日が一緒、生年月日一緒です。その年のその日に生まれた人っていうのはちょっと音楽を掛け合わせがちなんですか、何か。それディスですよ。いやいい意味で、いい意味で。私はいいですけど、私にはできない。なんでですか、レオさん。私はその何も掛け合わせられないじゃないですか、自分一人では。はいはいはい、ところで面相圏なんですよ。はい、もう面相圏俺もハマりすぎちゃって、もうバイトの後2、3回ぐらい行ってますから、ね。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。でもまあ行けるもんね、調布からね。調布、そう、調布から150円ぐらい電車。そう、うん、だ1000円だもんね。あ、マジであれやばいっすわ。あ、今日どうする。今日どうしましょうか。お昼ぐらいは食べたいでしょ。そうですね、夜は撮影でしょ。だってあ、今日なんかイベントみたいなのあって、はい、4時ぐらいどこに横浜に行かなきゃいけないですよ。あ、ちょうどいいじゃん。じゃあ横浜か。そしたら、はい、トマト担々麺。おー、トマタのですね。はい、で横浜だったら多分ちょうどいい、はい、え、そのまま行くの。あ、もう この格好で出るやつ。あ、じゃあ横浜だったらちょうど通り道説あります。あ、本当ですか。はい、いやいや、全然もうそこは下ろしやすいところで。いや、ちょうど通り道説あるんで。あ、本当ですか。はい、ちょうどいいな、じゃあ。はい。こういうことです。人をタクシー、はい、違う、だから放り投げてくれてもいいですかって言ったんです。アリバイは作ってるんです、僕。こういうこと言うから、僕もだから待ち合わせ時間は言いません。はい、はい、はい。じゃあちょっとストーリーズも一本あげます。はい。はい、さあ、これから小平に向かうぞ。あ、これから小平に向かうぞ。でもつまんでるところが入ってないかも。いい、本当に意味が分かんない、これは。いやいや、詰められてますって。はい、分かりました。ちょっとも2月も近い、あの去年の時よりは まだ暖かい気がしますけどね。まだそうだね、去年すげえ寒かったということで、小平グラウンド付近に着きました。これから駐車場を探させていただいて、止めて小平グラウンドに向かっていきたいと思います。ちょっと今ですね、駐車場を向かってるんですが、ちょっと前回去年止めた駐車場がもしかしたらいっぱいなんじゃないかっていう。ガラガラですよね。はい、我々の動画でバレてしまったんでしょうか。いやいや、なんなおこがましいに戻りましたよね。おこがましいですね。はい、ちょっとおごりが出てしまいましたが、全然空いてましたよね、うん、去年ね。ガラガラでしたけど止めれました。はい、やっとちょっと時間がね、はい、もう今10時ぴったりぐらいなんで、もう多分挨拶行きましょう。ちゃんで早速、はい、行きましょう。はい。トイレよろしいですか。トイレ行かないとやっていかれないです。まずいまずいです。はい、死ぬ。死にます。連行されてます。めっちゃ。
大丈夫ですか？裏レッツカラーですけど、鴨のビニールバッグ。裏レッツカラー競合店です、バイト先の。はい、B&D の競合店です。札幌から浦和の色になってます。はい、まあ今未来指揮してるんで買いに行ったらそうです。去年は高鴨さんがいたんで、はい、チームのぐるいの監督、はい、映像監督ですね、はい、ここもちょっと動きある映像撮れたんですよ、はい、今考えると、はい、あれもなきにしもあらずだったんだなみたいな、確かにことになってます。今日はね、高鴨くんがちょっと、はい、また例によって私の動画なのに私一切映んないっていうような現象、はい、後で映しますんで、ネパニラさんあなたにカメラ任せても酔うんで、はい、見てる人が撮りましょうか、大丈夫です、はい、あぶれネコニラチャンネル始まるよ。映ってない、映ってないんで。ネコニラチャンネル始まるよ。もうすぐ始まるよ。もうすぐ始まるよ。怖い怖い、やめてやめて、ネコニラチャンネルもう終わります。登録しないでください、登録解除してください時間ないんですよ、あんまり、はい、もう始まってますよ、はい、また永井選手に来んの遅えよって言われますから。いやいや、妻恋の時みたいに。そうそうそう、妻恋の時でも来てたの 4,5 人でそのうち2人川崎サポーターですからね、はい、もう見えます、それアウト、赤が。何分ですか今？15分です。10時。いやいや、怒られるということでね、ちょっと練習場の中は、はい、声だけに、ここから音声だけを楽しみに、はい、猫にラジオ、小原ラジオのコラボになります。来ました、ここ、はい、じゃあ中入っていきたいと思います。声だけですよ、はい、大丈夫ですか？大丈夫です、はい。去年よりいる？去年より少ない気がするけど、去年よりちょっとなんか意外に少ないですね。うん、去年のが多い気がする。ありますね、確かに。こんにちは。こんにちは。おめでとうございます。やっぱ長いねですそんな小声で言わなくても大きい声で言ってもらえる。ついて一言もやっぱ長いねです、はい、今年もね。でもなんかこれからっぽくないですか？これからっぽい。あぶねー、これ始まったらもう我々本当にもう一生サポなのんなんて言われるやつですからね。何してんだって話ですからね。今年は目標はチームですか？はい。タイトルですね。タイトル、はい、タイトルを取る。はい、はい、で個人的希望としてはやっぱ ACL、 はいはい、はい、頑張ってほしいな。まあ、情報によるとちょっと来年からクラブワールドカップのレギュレーション変わるということで。変わりますね。はい、準決勝とかまで行くと、その来年のクラブワールドカップその出る可能性出てくるっていう。はいはいはい。こんな真面目な話しかいらないですね。去年もうちょっと面白いくだり、もう全くいらないですね。我々求められてないくだりになっちゃってますね。はい、去年キイチ半ズボンじゃないみたいなそういうくだりありましたから。今回も練習場ということで、はい、私服でね。来られた方多いじゃないですか。寒いですしね。スタジアム普段会う時ってビームなんで、はい、そうですね、サポーターの皆さんの私服を見れるっていうのはちょっと新鮮でいいですね。確かに、はいはい、確かにね。私もほらもちろんコート着てますけど。ああ、そうですね。あなたは今日は私服で来ないんですね。いやいやいや、それはちょっとなんかおこがましいというか逆に、なんか やろうぜ感が出てるじゃないですか。はいはい、そうですね。私服気合い入れたらこんな今日はオフですみたいな雰囲気出されてもね、うざいじゃないですか。はい、別に何もないじゃないですか、はい、僕が私服になったところで、はいはい、で結構いいですね、このサポーター方、女性の私服。横真横に若い女性何人かいるから、はい、その見すぎです。すいません、ちょっと、はい、失礼します。さすがにあまり動画ね、出ていただきました、はい、見すぎなんで。ちょっとすみません、気になっちゃって、はい、一言もやっぱり長いねでしたから、はい、彼女と一緒にスノボ行って、はい、今日楽しかったって感想を聞いて、寒かったって言われるの悲しいです。それと一緒ですからコメントの濃度としては。そうそうですね、確かに楽しかった、寒かったと一緒です、はい、だからそれは、はいはい、そういうイメージです。だからいずれ僕も連れて行きたいですよ、やっぱり彼女を。スノボにですか？練習場ですか？あ、練習場ですか？ちょっとね、あれどうしたのみたいな、はい、あ、はいはい、ダックスモード。あ、いいですか？あ、お父さん一緒に映らなくて大丈夫ですか？いや、お父さん、え一緒に、よかったら、はいはいはい、僕撮りますよ、はい。あ、じゃあ娘も、はい、あ、ちょっと開きます。はい、チーズもう一枚縦で撮ります。はい、あ、ありがとうございます。いや、あんま見ない方がいいですよいやいやいや、そこまで言わなくても、ね、教育上良くないんで。教育上良くないんで、はい、じゃあ、お願いします。じゃあ、これ
これからもよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ああ、いや、すいません、すいません。やっと一人目です。ポンピーと思われてないパターン、やっと一人目です。はい、よかったです。はい、中にはいるんです。はい、安心しました。いや、嬉しかったです。はい、そういう人いてくれたということで。これはトマトタンタンに信じるな、マジで。もうね、3回ぐらいです。半端ないよ、これは。でね、私のおすすめは5辛です。あー、ちょ、真ん中ぐらいってことですね。はいはい、ご飯なんかも合いそうですよ。合いますよ。はい、これはで、いろんなラーメンあるんで、はい、いろんなラーメンあるんで、何でもまあ最初はとあの左上をやっぱ食べてほしいです。はい、まあ、ラーメン屋行ったら、はい、だいたいそこがね、はい、鉄板と言われてますから。ラーメンの話しかしてないです。はい、選手の情報一切なしです。その動画なんで。しかも帰り武蔵新城行く人っているんですかね。いない。この中にはいない。特殊なルートです。いや、あなたが横浜に行くから。あ、じゃあそれはすみません。はい、ありがとうございます。っていう話ですよ、はい、それは。それはありがとうございます。はい。どちらに行かれるんです？いや、いや、あのスーパーのトイレ。はい、もう2回目ですよ、はい、本日。大丈夫ですよね。朝と昼に、はい、マーキングです。一応でもちょっとお客さん使っていいところがありましたよね。マーキングじゃないですよね。で、マーキングです。毎年来ますんで。はい、買ったことない。物買った。はい、いずれ買いたいと思います。ちょっと、そっちのパターンやめて。あ、まだついてないです。顔、いやいや、またものすごい黄色いやつ見せられるんですか、寒いが黄色。寒いが黄色。はい、ということで、小平から出ました。いやー、良かったです、うん、選手とも会えましたし、サポーターの方ともね、はい、いろいろお話できましたから、はい、数少ない、本当我々のファン、一握りの、はい、ファンと言ったら怒られるかもしれないですけど、まあ、まあ、もう本当にご友人と言ってもいいんじゃないでしょうか。、はい、そしてこの後はですね、猫ニラさんがおすすめの、武蔵新城にあります新之助という、はい、トマト担々麺ですね。はい、多分川崎サポーターの方は、はい、きっと結構ね行かれてる方も多いんじゃないかなと思います。はい、割と有名なお店なんで、はい、混み合う可能性もあって、ね、ありますね。アキラさんがなんか知んないけどちょっと売れっ子みたいな感じで、いや、出してはないですよ、それは。売れっ子みたいな感じ出してきてて、まあまあ勘違いしてるみたいですけどね。横浜に行かれるんですよね、はい、今からね、はい、ちょっとそうですね、夕方以降なんで、はい、八王子の僕が人生最強だと思ってるつけ麺か、はい、そっちのトマト担々麺どっちかなと思ったけど、横浜のちょうど途中なんで、はい、武蔵新城、はい、そこに行きます。行って、そのレポートっていうのが、まあ、今回動画メインになるということで。はい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 、主に、お楽しみにしてください。それでは武蔵新城に向かいます。どうぞどうぞじゃなくて、はい、お願いします。武蔵新城駅です。はい、本日のメインイベントでやってまいりました。怒られます、そんなこと言ったら。はい、はい、サッカーの後ラーメン生活、はい、マルスさんですね。武蔵新城駅の校長に王者のショルマン。あ、サッカー後のラーメン生活っていう番組です。ラーメン生活っていう番組です。はい、お邪魔しております。ということで、はい、武蔵新城駅から徒歩約5、6分ですか。まあ、そうだと思います。多分の新之助さんというラーメン屋にお邪魔しております。はい、お邪魔してないです。お邪魔しに行きます。はい、お邪魔しに行きたいと思います。全然、はい、なんですか。そういや、ちょっと、はい、関心病気発生。あの例の金の尿ですね。金の尿が、はいはい、もうきついです、これ。はい、行きます、ね。はい、はい、行きまーす。ドアウェイですよ。はい、大丈夫です。すぐそこ、裏味噌だったらこれできないですけど、すぐそこあれですよ。等々力競技場ですよ。大丈夫ね、すぐそこが。川崎さんとはもうたっぷり仲良くやらせていただいてます。本当です。はい、わかりません。むちゃくちゃ睨まれました今、自転車のお母様から。怖い。はい、そこです、はい、はい、あそこです。あの青い建物、もうフロントあれカラーじゃないですか、これ。うん、そっか、こちらでございます。はい、そう、見てください、あれ、はい、うわ、これがトマトが、はい、はい、人気ナンバーワン、はい、まあ、いろんなのありますけど、はい、餃子も美味しいですよ。美味しそうです。餃子も食べたい。いきますよ。
それでは入ってみます。はい、邪魔です。はい、私のおすすめは、まあ、トマト担々麺のこれおから担々麺おからの、はい、バラ肉増し。じゃあ、はい、バラ肉増しです、はい、あと味付け卵。はい、じゃあもう全くそれいいですか。大盛りする。お腹空いてるの重いしょうかな。はい、じゃああと餃子もいきましょうか。はい、大丈夫ですか。はい、それでいきます。それでいきました。はい、大丈夫です。大丈夫です。それでいいですか。そのメニューで大丈夫ですか。もう縦膝ついたんで、どれでもメニューで大丈夫です。大丈夫です。僕と大丈夫。かなり量すごいです。はい、5辛ですね。トマト担々麺の5辛のうずら卵とバラ肉ます。はい、大盛り。トマトとあとこのちょっと刺激的な香りがですね、もう鼻に来てですね、楽しみです。今から食べるの。はい、どうぞどうぞ。はい、うまっ。マジで体に染み当たり。おい、口元やめて。こんな優しい味の餃子食べたことないわ。どうでした。美味しかったですね。ペロリですね、大盛り。大満足です。相変わらずやソフトクリームで嫌がってますけど、はい、ティッシュの。それをちょっと隠させていただいて。どうでした。どうでした。いやいやいや、そのアリバイ取り出し、ドヤ顔、ドヤ顔取り出しやめてください。ごちそうさまです。はい、どうでした。いや、あの食べたことないジャンルでした。はい、でも美味しかったでしょ。最高に美味しいです、ね、和と洋がもううまくこうバランス取れてるし、まあ、和ではないですけどね。ラーメン和ではないですね。何ですか。オーダーがもう完璧すぎる。何皆さんのオーダーが完璧すぎました。あ、トッピングとかの話。トッピング、辛さ含めて、バラ肉が最高でした。もう5辛でちょうどよかったでしょ。ほんとちょっとあれより辛いっちゃうと多分辛さの方に意識いっちゃうんで、トマトの味が分かんなくなる。分かんなくなるんで、もう最高です、それも含めて。だ餃子もおすすめです。あと餃子美味しいですね。あの野菜がたっぷりで甘さがあります。野菜の甘みが。あとラー油美味しいんですよ。本当はそう、ラー油。あ、そうなんですね。そう、ちょっとなんか俺つぶって酢と胡椒で食べたんですけど勘違いして、なんかあの最近覚えてないですか。孤独のグルメのモノマネで最近覚えたやつです。武蔵新城近辺来る人は絶対食べた方がいいです。はい、はい、200円なんでいいんです、別にあなたのあれは。いやいや、いいですね。じゃあそこは俺やれます。違う違う違う、いつも駐車料金100円、200円の時に行けがってめちゃくちゃ張り切って払うの何なんですか。千円札返されてるしねえ、いつもこう200円とか100円。いや、これ払うことによって自分の中ちょっと安心できるんですよね。ちょっと払ったよっていうことですか。はい、ここ気にしないでください。いやいやはい、ということでね、今いるのがこれは横浜大桟橋も近くですか。はい、ということで何回言いました今日。今日禁止なんですけどね、このチャンネルでということでっていうのは。で、私のですね、今日のタクシー業務ももうそこで終わりと。いやいや、そんな、はい、小原明のご自宅に迎えに行き、はい、小平行き、はい、その後小原さんのお仕事、はい、何ですか、何でしたっけ。横浜フットボール映画祭、はいはい、その会場に横付けです、車を。でもひどい話ですねこんなクソみたいな後輩いますか。いやいやいや、世の中に。飯もおごってもらい、はい、出したのは駐車料金200円。それでドヤ顔してるんですか。ここはいいですよみたいな。皆さん、こんな大人にはならないようにそして、ネコニラさんのおこと、ネコニラさんいいと思ったら高評価ぜひお願いします。言うにこみんのいらない。それでは皆さん、本日の動画ご視聴いただいてありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。いいよ、じゃあ終わんないんです、まだ。はい、なんですか急に。なんか自分の動画のように締めて。はい、いや、いつものパターン、いつものパターン。はい、で、横浜フットボール映画祭、はい、これからなるわけじゃないですか。はい、大喜利なんでしたっけ。大喜利、これもう動画ほら。ああ、そうか、そうですね。はい、大喜利のお題がですね、大喜利があるんですよね。大喜利のお題が、はい、はい、そんなものまで VR で確認するの、何を確認された。はいはいはい、非常に難しい。そうですね、2つ目、コンビニにてさすが本田三角形だなと何をした。ああ、はい、本田さんが何をしたかってことですね。はい、で、最後写真を一言でこれですね。はい、あ、股間にボールが当たってる写真ですね。です。はい、それで今日大喜利するんですね。しかも周り全員プロの芸人さんという、はい、私なんで呼ばれたんでしょうか。これはどう、もう答え決まってるんですか。いや、VAR そんなとこまで確認するの、はい、何を確認しましたか。はい、森保さんのメモです。
それを今日出そうと思って一発目出てきたってことは、はい、自分の答えの中でまあまあバイト中ずっと考えてバイト用のメモにメモってたって、それがいやマジで思いつかないですよ、そういうのしか。そこですから、もう会場、はい、頑張ってください。はい、左曲がって止まります。はい、わかりました。それです、会長、はい、その茶色いやつです。こんなところでそんな滑るんですか、私。はい。こんな厳かな会場でもらってあるんですよ、ギャラ15万ぐらい。いやいや、もらってないですよ、そんなちょっと具体的な金額は言えないですけど15万なんてもらえるわけないじゃないですか。ここです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ行ってらっしゃい。はい、行ってきます。あ、まだ撮ってたんですか。はい、ちょっと荷物とかいろいろあるんで、もう止まってるんで、ここにすぐ移動できるように料費そぐんじゃないんですよ、普通は、はい、すいません。タクシーでもそうですよね、普通きっと。お支払い、お支払いが。ないペイペイ、ペイペイ使います。ペイペイ使います。ペイペイ使いません。はい、はい、じゃあ頑張ってください。質問ないね。はい、すいません、本当お世話になりました、はい、ありがとうございます。何どこで叩いてんだよ。じゃあ本当すみません、お世話になりました。ありがとうございます。お気をつけて。はい、ありがとうございます。